はい、こんにちは。夫婦でんげむのふみこです。はい、FD3S です。ゼノブレイド、はい、続きやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと次の目的地行きますね。おーい。とりあえず、ちょっと、この街で受けられる、クロニナインで受けられるクエストやってきました。あ、なんか、ランドマークを見つけましょうって出てきましたね。今更ね。今更ね、いっぱい開いてあります、もん。まあ、受けられるクエスト全部受けて、消化してあります。サブクエね。はい。はい。もう夜だからみんな寝ちゃってんじゃない？いないね、人が。ねえ。もっと賑やかなのかな、昼に来れば。本来昼に来ないとダメなんじゃない？もう、まあ、イベント進むよ。大丈夫。一体どういうつもりか？あ、懐かしいです。防衛隊長だ。民家に自走砲を激突？貴様、何年防衛隊をやっておる？しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの展開は無理です。軍事区まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。言い訳なんぞ聞く耳持たん。気合で曲がれ、気合で。そんな貴様ら、コロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ、気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回。貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？理由を言ってみろ。激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。それにより全エーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが体からであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか、貴様。予備のエーテルシリンダーは全て使い切っておりました。再充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。はっ、申し訳ありません。たるんどるからだ。防衛隊長、相変わらずだな。これじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。ああ、バンダムさんのね、今のセリフね。俺、これはあれだよね、うん。どちらかというと、ゼノギアス寄りだよね。寄りですね。だいぶね。今のセリフ、ゼノギアスの方のバンダーカム少佐は、から聞けます ね。ああいう感じのセリフ。今、改めて聞くとそうだね。うん。あ、ちょっと、すごいクエストが見える。すごいクエストが見えるけど、今はストーリーを優先します。なので、釣られていってしまいます、私。そう、まあ、クエストいろいろこなして、レベルは13まで上がっております。よー、シュルク、元気だったか？ディクソンさん、いつコロニーナインに戻られたんですか？ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。奴以外にはまだ無理か？はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは？まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん。怪我の程度は
やぼやするな。ダンバンさん、そんな顔するな。まだ生きてるよ。仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるかガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろう。だからそんな心機臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう一年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え、シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。うん、ありがとうお兄ちゃん。なんかこんなだったっけ。あら、そうだったっけね。うん、ちょっと記憶、この辺の微妙に記憶が微妙にないな。いいお兄ちゃんだよな。これだけ見るとね。いや、お兄ちゃんはいいやつだよ。いいやつだよ、うん、うん、知ってる知ってる。お兄ちゃんはいいやつだよ。てか夜食じゃん、もう。いや、朝ごはん。フィオルン、リクソンさん。どうしたそわそわして、急ぎのようでもあるのか。うん、シルクに食事届けなきゃと思って。これから研究棟に行くところなの。シルクだったら今行ってもいないぜ。え、
外の風に当たってこいってさっき追い出したからな。またいつもの場所じゃねえか。いつもの場所って丘の上の公園？多分な。そっか、ありがとう、リクソンさん。湯が開けちゃったよ。うん、湯が開けました。夜食でもなくなったわ。うん、朝食朝食。朝早いね、6時前だよ。早いね。ちょっと待って、だからいろいろね、装備も手に入れてるんですよ。ちょっと装備してっちゃおうかなと思って。はいはい。もう装備の中でもこう U っていう書いてあるやつとか S って書いてるやつとかだと、まあこの何も書いてないやつだとこう全部つける穴がないんだけど、そう S とだったらもう空っぽのただの穴開いてるやつがあって、 U っていうのはもう最初からこういうエーテルアップ2とかが入ってる装備っていう感じで、そういう感じな、うん、なってますね。それ前からだっけ？装備のあたりちょっと私もあんまり記憶があれなんですけど、まあ、そんな感じで、なんでまあこうやってジェムいっぱい入れられる感じになってます。まだね、なんかジェム作るところが使えなくって、ジェムが全然足りないんですけど、まあ、はいはい、おいおい作っていきます。最初だからね。うん。これからちょっとずつ作れるようになっていくと思いますけど、まあ、いっぱいここら辺のモンスター倒してきたんで、ジェムの元になるやつはいっぱいあります。あれだね、うん、ゼノブレード2と違って、違ってというか、本当、こっちが先だけど、うんうん、見た目変わるからね、そうなの、そうなの、そうなの。装備変えると見た目が変わるんですよ。なんで2は変わらんかったからね、うん、そうそうそう。だ前回やった時と多分シュル君の格好が全然違うと思います。まあさっきもすでに変わってたから、ね、でしょ。鬼神兵の強固な装甲をいとも簡単に切り裂いてしまう剣モナド。遥か昔、僕らの住むこの巨神界の神が振るっていたと伝えられる剣。あの剣には秘密がある。だからこそダンバンさんはあれほどに鬼神兵を倒し、そして右腕の自由を失った。あの力の秘密を解き明かすことができたら。シルク、フィオレン、美味しいよこれ、すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。もう毎日それなんだもんな。そうかな、いつも美味しいけど今日はすっごく美味しいよ。本当に？うん、よかった。今日は特製のスパイス使ったんだもん。これでいつも通りだったら本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだから。え？ううん、なんでもない。気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。スルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。警報。巨神の落とし物、最近は減ってたのにね。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから研究棟に帰ろう。
はい。とりあえず、シルクがパーティーに入って、クエストコンプリート!はい、ご飯届けましたと。仲間とコミュニケーションが取れるようになりました。前もあったね。あったね。これ、いまいちね、理解しないままね、進めてたの、私。当時。ああ、ね、どういう、そう、どういうタイミングでこれが出るのかよく分かってなくて。あ、なんか、絆トークが。もう、あるんですかね。あ、なんか、リーダー変更できるようになりました。これ見てみる?いいんじゃない?絆トークはリストで確認できます。お、いいか。見てみようか。はい。ぬ?ん?あ、なるほど。これで絆の上がり方が。あー。ここは僕がフィルを誘ったんですよね。下がりました。ありがとうございます。適当なこと言った。適当すぎてダメだった。これもうなんかもうなんかここまで来たら全部やっていくかぐらいの勢いで、ね、もうチャラすぎるわこいつね。やばいやばい。シルクがやばい。キャラシルクで行く。知らないよ。よし、今とりあえず、そう、本来はこうやって上がるんです。これは1から2に引き継がれたもんね。そうだね。こう、Wii でやってた時っての地理感覚が残ってて、街の中迷わない。すごい、逆にすごいわ。めっちゃ走ったもんだって。この辺とか、ゼノブレの、1の方は街の中の人たちの絆もつなげるわけですよ。街の人との交流あったね。お、そう、私たちがクエストをやることによって、こう変えていったりとか進めていったりとかができるんですよ。うん。そう。それのために、もう街中奔走しまくったんで。そうだね。うん、そうだそうだ。そう。迷わずになんかこう、コロニー9とかは。2はだって、それの簡易版みたいな感じだもんね。うん、ちょ、話してみる?そう、こういう感じで、軽くなんかこう、サブクエね。サブクエを、行ってくるんですよ。で、それで、絆、住民との絆が上がっていく感じだったね。そうそう。名前がついてるね、住人たちは絆が上がっていきます。これじゃ関係ない。この人は、関係ないです。この人いっぱいくれるやつだ。じゃあ進めていきましょう。あれ?ラインがいる?ラインは?ライン、何やってるんだ。シュルク、あ、いや、これは、なんともないのか、フィオルン。うん、大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって、私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろ。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ライン、ひどいよ。すまん、頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体まだしびれてる？モナドをしまい込んである理由分かったろ？ああ、
骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしてもモナドを人は切れないって。その円の中に書いてある模様、いや文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが文字？ああ、この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。ほんとモナドがねえか弱いよな、アテミーラは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い仇だ。この刃、あと一歩届かなかったようだ。やめろ。シュルク、ねえシュルク、どうしちまったんだよ。ライン、フィオル、大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時何か見えなかった？何かって、さっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで。時間が止まった？あれは、あれが見えたのは僕だけなのか。やっぱり変よ。これもモナドのせい。さあどうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱり岩盤以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも僕は平気だから。本当言うと何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった？ない？おお、そうだそうだ、あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃってさ、付き合ってくんないか？懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋一千回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か？そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？うん、多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったろ？なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。あ、切れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ？あの辺ってメルドリザードの巣窟だって聞いたけど。シュルクが怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、自分の身くらい自分で守れるって。でも。わかった、約束する。シュルクには傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて果てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。うい、そもそもライも、うん、男二人ともまず謝れよ。本当だよ。まず謝れよお前ら。いやいやいや、まあ、今のシーンだけどだいぶいろんなあれがありましたよね。うん。ね。
あれこっち、あ、こうか。なんかめっちゃ強いんですけど、この武器。今の攻撃力は16ですね。強い。120とかになりますよ、これ。強っ。どうしようかな。特にジェムないからな。今一番強いのを装備させようか。ジェムはないんで。お、アーツセッティングが来ましたよ。アースのレベルを上げられるようになりました。キャラクターがスキルを覚えるようになりました。スキルツリー。なんかいろいろ増えますね。あ、そう。アーツ書っていうものを、道具屋で買ってたんで、なんか、レベルアップが増えました。バックスラッシュめちゃめちゃ使うんで、そっか、ここかな？ここかなんか、ん？うん、バックラス。バックスラッシュだね。これセッティング、うん、違う、レベルアップしたいから、こうだね。AP なんか1709とか持ってるんで、ちょっと上げていきたいと思います。で、ズノーブレード2でもそうだったけども、何？相手を崩して転倒させてみたいなのが、やっぱ大事な、戦いの大事になってくるんで、ちょっと、やっぱそういうところを強くしていきたいなっていう。うんうん、ここに、崩し転倒とかあるんで、ちょっとこういうあたりをガンガン上げて、使ってもらえるといいなっていう感じですね。やっぱ転倒したやつとかでの倒しにくいのとかもあるし、ん？なんだこれ？あ、そっか。あったあった。これをやらなきゃいけない。クエストで、街の人から腕時計を直してくれと。あ、サブクエか。そうそうそう、サブクエ。はいはい、ブルーチェーンが3つ入れてるから、ブルーチェーン3つ持ってましたんで、修理します。はい、腕時計が直りました。今の時間だったらデジレーンいるかな。ちょっと時間調整しなきゃいけないかもしれない。ね、時間によって本当いる人変わるもんね。そうなんですよ。昼いなくて夜しか出てこない人とか。あれ逆に2もそんな感じしてあったっけ？なんかそんなイメージじゃなかったけど。そんななかったかな？そんなになかったよね。そんなに重要ではなかったね。ね、1は確かにもう全然変わっちゃうような感じがあったけど。うん。2はなんか簡略化されてる感じかな。ね。どっちかというと本当にストーリー進めていく系だったんで。そうそうそう。あ、いたいた。デジリアン、見て、18時から6時って、うん、夜型の人ですね。なので、ちょっと時間をもう1時間。はい。誰だお前。出てきたぞ、出てきた。あれ？漢字の人は？漢字の人、そこに出てきてる感じがするんだけど。下じゃん。下だね。とわー！いた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 。この人。直しました。この人すぐ時計壊して、シュルクに修理頼む人みたいです。時計壊す。とか言ってくれてます。イエーイ。危ねえじゃん。お近づきになるためにわざと時計壊して持ってくる。っていう感じ？いいですね。物理防御マシのジェムが入ってきました。はいはい、こういう感じで来るんで、装備。ちょっとこれは ラインさんがタンクなんで、これ上がるかな？あ、上がるね。こういう感じで。よし。まあ、こうやっていろいろクエストをクリアしていくことによって、アイテム、とか手に入ったりするんで、うんうん、まあちまちま やれるものやってった方がいい感じですな。ああ、うん、どうかこれからちょっと移動してさっき言われたとこに行くまでにちょっと距離があると思うんで、一旦この辺りで。ああそうだね、うん、の方がいいかなって思うんで、はいはい、じゃあ、ちょっと次は、次の目的地の手前ぐらいまで移動したところから始めるようになると思います。では、今回はこの辺りで失礼いたします。それじゃあ、バイバーイ。バイバーイ。